受胎告知は、イタリアのルネサンス期の画家フィリッポ・リッピによる版上のテンペラ画で、1445年から1450年頃に制作された。ローマのドーリア・パンフィーリ美術館に所蔵されている。フィリッポ・リッピは、受胎告知の主題を好み、何点もの作品を描いており、それらは現在、アルテピナコテーク、バルベリーニグ国立古典絵画館、ナショナルギャラリー、 ナショナルギャラリーなどにある。画家の、この主題への関心はおそらく、ドミニコ海修道士で、1446年に、フィレンツェの大主教であったアントニオ・ピエロッチによって、引き起こされた。ピエロッチは大聖堂での説教で、名高い存在だったが、その説教は、スンマ・テオロジカとして編纂され、フィリッポリ一ピが親しんでいたに違いない、受胎告知の主題に関する論文があった。 本作はおそらく当時の1445から1450年頃に制作された。他の受体告知の描写との違いとして、右側の天使の位置とフィリッポブルネレスキとフラアンジェリコの作品に触発された非常に明るい光源の仕様が含まれている。上部には神の手があり、雲から現れて精霊の鳩を放っている。鳩は 聖母の肩に向かって刺す明るい光線に沿って降り、物質化された光を通して、神の意志を伝えている。建築の枠組みは、助手の手になる可能性がある。h t t p s w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  g a f f r a m e s h e h t m l b i o l リッピフィリッ l バイオグラフ HTML ウェブギャラリーオブアートのサイト2021年8月19日閲覧ありがとうございます。